それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。始まったぞ上り。高出力の 3VF 制御車同士だからな、誘導障害がビンビン来るぜ。すんげー迫力、カットビヒルクライム。標高差数メートルだけどな、簡単には負けねえ。セブンスターリフト以上いいっすよ。俺だって伊達にここを走り込んでるわけじゃねえからな。こんな時に無理しないで、いつ無理するってんだ。トールだって車ぶっ壊すまで頑張ったぞ。見せてやるぜ、全開ヒルクライム。来たぞヒルクライム。ヒルミシェー、名鉄最強の2000系ミュースカイが煽りかまされっぱなし。今まで見たことない光景だぜ。やばすぎるよセブンスターリーフ。決して軽くはないミュースカイだけど、それをぐいぐい引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムパワーだ。よし先行してる。頼むぜカワイイ、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぞ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやれ。それにしてもすごい奴らだぜプロジェクト D。 こいつらにはオーラが。あ、なっ、ハラッサマキオッサマ、さくら先生、ストレートの帯紙結構やったね。自然東京パワー出てる。問題はそのパワーをどれだけ使えるかだ。はえはえ、入れそとも。よし行ける。トールが言ってた通り、自分の走りを見失ったら命取りだぜ。ノッチオンの時間を少しでも長く、軌道の上ではセオリーを極めたやつが一番速い。派手なドリフトもアクションも不要だ。俺は俺の走り力。クレイジーなツッコミとドリフトのド派手な末つくトールと比べると、河合のグリップ走行は一見地味に見えるけど、確実にタイムを削り込んでいく理論派だからな。河合はこの先の直線区間に飛び込んでしまえばアドバンテージを広げてフィニッシュだ。ところでお前、なんで参考で作ってんの。なぜかセントレアで売ってたんだよ。青柳いまいちだし。似てるもんなら抜いてみな、2枚目の坊や。見切られな、あんたの走りは見切った。藤原と同じ手は使わない。サーカスは藤原に任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。次のエースは俺だ。焼けたコーナーリングしやがって、ちっ面白みのねえ走りだぜ。チンスヒラー、パワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってこと。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつだ。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけで開けるならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。
わかった。現在地は西の口あたりだ。苦戦してるのかな。いくら気をつけても仕掛けるのは難しいかな。意地でも仕掛けていくだろう。あいつの性格考える。冬の間あいつには勉強させたからな。ちゃんと座らせて。ケイスケが勉強？はい、掛け算21が2。これバトルに関係あんのかな。2が10。遅い。さあ解け。早く解け。プリンを黙って食べたのは俺です。よし、いいか。ケイスケ、今日はこれを教えよう。早く教えてくれよ兄貴。あいつは別に頭が悪いわけじゃないんだね。入ってないだけで、今はかなりのところまで理論を理解できているんだ。入ってなかったから格段に進歩してる。あのミュースカイは今のケイスケが手こずるほどの相手じゃない。立ち上がりのパワーはこっちが勝ってる。ストレートは俺の方が伸びる。何かやるつもりなんだろうが、コーナーで仕掛けてくるのは無理だろう。このまま新マイクを過ぎれば常滑戦最長のストレートだ。よし、勝てる。このバトル必ず逃げ切れる。分かってねえな。タイムアタックをやってるんじゃねえんだよ。どのコーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。ここ一番の立ち上がりのために捨てるコーナーもあるんだ。俺たちは今バトルをやってんだ。相手より1ミリでも前でゴールした奴の勝ちなんだぜ。かわいい、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か、特急で名古屋駅で乗り換えです。え？ちょっと待て、負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。